おはようございます。夢人の夢人にある夢人のための情報番組。土曜朝の気分は上上。カミルヒュラです。よろしくお願いします。はい。ということでですね、もうすごいね、あっという間やね。10月もう最終週ですよ。もう年末期ですま。あ、ほんま、だってあと2ヶ月でね、今年終わりやから、ね。だってこの前もうおせちの話したもん。おもうずっとここで食うの話が出たから。そうよね、そうよね。あのだってほら、何やったっけ、あの、ジャパネットとか、もうおせち売ってるからね。そうそうそう、そんな話、もう年末なんていう。でもこんなに早く注文してたら忘れへんからな。もう気づいた頃には高鳴るし、それこそ買い忘れちゃいそうですね。いやまあそんなことをね、うん、言ってる10月26日なんですけども、はい、はい、10月26日はどんな日なんでしょうか。はい、おまさゆなの今日は何の日、原子力の日。おお、はい、はい、1956年昭和31年のこの日、うん、日本が国連の専門機関の一つである国際原子力機関、うん、IAEA に加盟しました、はいはい、また1963年昭和38年のこの日、うん、茨城県東海村の日本原子力研究所の動力試験炉で日本初の原子力発電が行われました、はい、原子力発電の関心と理解を深めること、また原子力が全世界の平和や健康繁栄を促進増大するよう努力するとともに、うん、軍事目的に転用されるのを防ぐことが目的です。この日には原子力に関する機関や企業などで記念行事が行われたりもしている、はい、そうでございます。はい、ちょっと大変やった。いっぱい漢字並んでた。お疲れ様でした。もうね、うん、そうで原子力って、ま、とはいえですね、うんうん、まあ、東北の震災のこともあったりして、うん、そのじゃあ原子力って本当に安全なんかっていうことで、うんうん、だから反原子力の日も実は同じ日なんですよ、ね、はい、でまあそうですね、正直言うとね、うん、まあ確かに、今の 石炭火力に、うん、まあ、依存しているその状況っていうのはあまりよろしくないと、まあ、要は地球温暖化によろしくないみたいな話になってはいるんですけど、うん、まあ、それもそうなんだけども、一番この問題で何が問題かというと、始末の仕方がまだ人間分かってないっていうところなんですね、うん、要は原子力って、まあ、プルトニウムとかそのいろんなやつから抽出して、その力を使ってタービン回して、うんうん、発電するんだけど、で発電効率っていう意味では確かに石炭火力の、発電所よりも圧倒的に高いと言われてるんだけれども、だけれども、うん、じゃあその使用済みプルトニウムとかそのね、うん、原子燃料をどうやって処理するのかってまだ発明されてない、開発されてないっていう中でやっていて、で何十メートルか何百メートルか掘った地層に埋める以外ないんだけど、それ埋めたやつがあと大丈夫なのかいっていうことも全く検証されてないっていう状態の中で今使い続けてるのが現実なんですね。だからまあ確かに今現状あるものを、じゃあ廃炉します、廃炉するのも、うん、皆さんご存知でしょ、2011年の東日本大震災で原子炉がメルトダウンしてえらいことになって、じゃああれ廃炉しますって、いまだに廃炉できないわけですよ、うん、13年経って、うん、ということはあと何年かかってっていうか、まずあそこに関しては全く目処が立ってないのが現実なの、うん、まあ、だからさて果たしてどうなのかっていう話なんだけど、廃炉するのも時間がかかる、だったらあるものは活用した方がいいんじゃないっていうことで今、無理やり活用してるっていう現状なんですよね。だからさてさてこの後どれぐらい長い間原子力っていうものに頼っていくのかなっていうところは確かにあって、その不安っていうのは、特に日本はその火山大国、地震大国なので何かが起こるか起こらない可能性の方が低いよね。その辺を考えるとどうなるかなっていうのは確かにあるんですよね、まあ、それは、正直言って僕なんかもうね、まあ、西園さんが一番最初やけど、さっきやけどその次に僕は亡くなる順番的に言うとねあれなんで、言うたって僕らはそんなに長いことあと50年も生きひんわけなんですよ。って考えたら本当申し訳ないけど、今の若い人たちに
あとはよろしくねっていうしかないので、まあ、できる限り聞いてる間にね、何か方向性が見出せたらいいなと思うんですけども、うん、それしか言えないな、はい、はい、という感じでございます。はい、はい、そしてもう一つですね、はい、デニムの日。おお、なんかえらいまた柔らかなったの。はい、岡山県のデニムジーンズ企業で構成される岡山デニム協同組合が制定しました、はい、日付は天でで、にむと読む語呂合わせからでございます。まあ、にむはわかる、うん、天天よ、天にむ。そうよ、世界中で親しまれている岡山デニム製品の素晴らしさをより多くの人に知ってもらうことが目的です。そうよ、デニムの日、生地、染色、裁断、縫製、風合い、デザインなど、その高い技術力とこだわりのものづくりで知られる岡山ジーンズをさらに PR し、国内外で展示会などを行い、世界の岡山ジーンズと呼ばれることを目指しているそうでございます。これがね、日本でデニム、うん、まあ、ジーンズ生地、デニム生地っていうと、うん、どこや、まあ、岡山もすごい有名、向かそんなとこあるの、あのデニム、うん、あのさ、あのエドウィンってあるよ、あれ、あれ日本初のブランド。へえ、エドウィンって江戸が勝つってこと。いやいや、まあまあまあ、でもそういうことです。語呂合わせに引きずられる。ほんまにそうやん。合ってる？へぇ、江戸やん、うん、日暮里。へぇ、東京の日暮里なんですよ。日暮里は、そう、江戸の町やん。そうなんだ。そうそうそう、だから江戸のデニムって。なるほどね。で、岡山が今そこに、入り込んできてるのが、うんうんうん、岡山のジーンズもすごい質がいい、うんうん、で、あのデニム あの生地も生産するし、うんうん、あのジーンズとかそういうのも生産するっていうので、うんうん、あの非常に注目されてる場所かなと思います。まあ、デニムの小物とかもいっぱいあるしね。ありますあります。なんかいいデニムも可愛いのもいっぱいある。もともとあれジーンズって何かしてるの？あれじゃない、うん、あのあれ、あの牧場、あ、ちょっけ、そういうのじゃなかったっけ、使われる あのね、労働者の作業着、作業着、そうそうそう、作業着から始まる。で、あの要は普通の綿とかやったら破けやすいから、うん、その加工をしてそのより強くするという意味で、うん、デニム加工をされたあのものをみんなが着るところから実は始まっていて、うんうんうん、はい、そうなんですよ。まあ言ってもこの100年、200年ぐらい、うんうん、200年ぐらい、あのそういうその、まあ、歴史はそんなに古くはないんだけど、うん、はい、でもそういう意味で言うとこう日本のデニムっていうのね、うん、どん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 その世界に食い込んでいってるっていう話ではあるんですけど、日本のいっぱいだったね。僕もだから デニム大好きで、うん、高校生の時からあの俺あのデニムの似合うおじさんになりたいなって言うんだ。藤達也みたいなかっこいいデニムが50超えてもなんかかっこよくデニムが履けてるおっちゃんになりたいなと思ってたんですけど、うん、全然かっこよく履けてます。今でも デニム、デニム、あの、デニム、ね、一応ね、一応、うん、デニムなんですけど、はい、デニムね、好きないけど、はい、硬かったりするやん、あれなんか鳴らすって言うけど、そう、あんま、普通に言ってるやつも、うん、固めやから、はいはい、あんまり好まなくて、ああ、そうね、そう、動きにくいなとか思っちゃうから、うん、まあまあまあダンスとかするからな。そう、まあ普段もなんかもうすぐちょっと楽ちんなやつ履いたりするね。だからたまにこうデニムが愛おしくなって、はいはいはい、急にめっちゃ履き出す時とか、はい、好きにめっちゃいいや今みたいな、いやいやって言って履き出す時もあるけど、ぜひ皆さんもデニム着てみてください。はい、はい、はい、ありです、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、それでは、いきますよ、はい、シネマどんぶりということで、今日もですね、うん、映画の、はい、今日はドキュメンタリー映画、おー、まあドキュメンタリー、まあドキュメンタリーね、うん、本人もドキュメンタリーを撮ってる監督、はい、はい、映画、平家物語諸行無常摂政というタイトルです。はい、はい、で、これがですね、あの古川さんと、古川英夫さんというですね、あの作家さんがいらっしゃいまして、はい、で平家物語の超現代語訳っていうのを、うん、
書いた方で、この方の原作にしたあの平家物語のアニメーションとかがね、うん、あの最近あの制作されたりとかいうのがあったりして、うん、まあ、平家物語にちょっと火がついてる時期がありました、うん、で、なんとですね、もうね、あの僕らの世代は聞いたら、うん、と思うんですけど、うん、坂田明っていうね、あの、うん、サックスの、人がいるんですけど、うん、この坂田明音体がなんとこの、ずっとね、うん、サックス吹きながら諸行無常を語り続け、平家物語を語り続けるのをやってきたはったんですよ、うん、でそしてあの普通にあの、そのバンドを組んでるそのバンドの歌の中でも諸行 無常をテーマにした、うん、あの歌を歌ってるその、ゼンボーイズ、うん、アンドガールズだというか、そういうのをやってる、向井秀樹向井秀則さんっていう方がいらっしゃって、この3人がそれぞれ の、うん、あの要は、古川さんは自分の作品を朗読する、うん、で坂田さんはサックス吹きながら平家物語を語る、うん、で、向井さんは、自分の歌をギターで弾き語るみたいな、うん、この3人のセッションをする、うん、なんと高知でやってまして、うん、高知の五台山竹林寺っていうところで、2017年5月にそれをやったのを河合博樹監督という監督が、勝手に行って撮ったって言ってました、ね、いやそんなことない、今回はあれや、古川さんにその日開けとけって言われて行ったら、うん、あのそういう内容をやったっていうので撮ったらしいですね、うん、でだからもう本当にね、3人のセッションをもう1人がセッションで撮ってるっていう、うんうん、あの本人曰く、全部、4台カメラ回してたんですけど、うん、一切ええとこ取りをしてないんですよ、うん、揺れてたら揺れてるまま、うんうんうん、向けたら向けた時のこの揺れが入ってるやらないやらで、うんうん、もう本当にセッションさながらの作品を映画化したというのが今回の映画になってます、はい、ということで、インタビューと予告編をご覧いただきたいと思います、はい、それではシネマどんぶりの鐘の音を聞いてごらんなさい。ほら、お釈迦様が尊い教えを説かれた遠い昔の天竺の寺の。今日はですね、映画平家物語、諸行無常セッションの、監督でいらっしゃいます、河合博樹監督にインタビューをさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。映画監督の河合博樹と申します。はい、はい、まずはですね、この作品がどういう作品なのか監督から、ご説明をお願いしたいと思います。ライブ映画です。64分のライブ映画です。2017年の、5月28日に高知県の竹林寺という場所で行われた小説家の古川秀夫さん、まあ朗読やられるんですけど、と日本のもうジャズ界の大御所坂田明さん、そしてロックバンド、ナンバーガールズ、ゼンボーイズをやられている向井秀徳さんの3人がかなりほぼ即興に近い、セッション を一夜限り繰り広げた、まあ、伝説の一夜がありまして、それを、私もセッションのようにライブを映像を編集し、ライブ映画としてこの度いろんなミニシアターさんで、お客さんに見てもらう機会をいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、ということなんですけども、これはですね、甲斐監督がその、このセッションにこうさ、まあ、参加するというか、その、撮影をすることになったきっかけみたいなのは何かあるんですか？これはですね、古川英夫さんの朗読に関しては、僕も16年ぐらいずっと撮影させていただいていて、で、古川さんが、平家物語の現代語訳っていうのを、まあ、書かれるわけなんですけれども、その時の出版記念イベントかなんかに僕が遊びに行った時に、古川さんから耳打ちをされて、かわいいっつって、来年の5月28日だけ開けといてくれないか。で、初めて、こう、古川さんから予定のお願いをされたんですよ。はあるなと。絶対開けとかなんかな、いかんなっていうやつが、この商業無常セッションだったっていうことです。なんか撮影だろうなとは思ってたんですけど、なので、この映画、2017年の5月28日に、とにかく映画になるとは思ってなかったけど、このプロジェクトがスタートすると。なるほど。普段は本じゃあれなんですか、その何日にあるとかっていうのを言われて撮りに行ってるとかじゃなくて、あるのを見て撮りに行ってるみたいな感じなんですか？そうです、僕はもうそういう、他のミュージシャンとかもそうなんですけど、基本的には、僕はドキュメンタリー作品として撮りに行っているというか、まあ、人にカメラを向けることでしかコミュニケーションができない男なので、信頼関係無にしても、そういうやり方をする。なるほど。で、行ってみたら、これが、高知県の、五台山竹林寺っていう、まあまあ、名刹というか、あれなんですけども、結構、あれですよね、人里離れたというか、街中とかではないですよね。そうですね。だからスタッフもお客さんも、もうお寺さんのとこまで行くまでに何十段も上がらなきゃいけないっていう、修行みたいな感じの。で、だって機材持って上がらないといけないんで、結構大変だったかなと思ったりするんですけまあでもそれもなんかすごく、ど。この無料接種に合ってるなっていうか、あれを道のりがあったから、電車もみんなも、この今回の、迫力あるライブシーンのゾーンまで、ゾーンのテンションまで、上げられたんじゃないかなっていう。いや、だってお客さん相当盛り上がってましたもんね。お客さんもあそこのやっぱ階段登ってくるから、磁場というか、から、に高揚したんだと思います。この作品って、まあ、監督的にこう、どうなんですかね、そのコンセプトというか、なんかこれっていう何かあるんですか？僕はずっとライブ映像作家って自分も言いたいぐらいライブ映像で、を撮ることで生きてきたんですけども、こう昨今、まあ、X とかタイムラインに流れてくるショート動画みたいなもので、ほとんどたった10秒、20秒とかの別に静音もされてないような映像だけで、まあ、あとインスタとかのリールですね。もう YouTube のリンクにすらみんなたどり着かないし、10分も耐えて見てくれない、早送りっていう、その悲しい現状に対して、僕は今回ライブ映像を映画にして、お客さんを、映画ミニシアターにもう缶詰にしてやって、拘束して、早送りもさせずに、この映像の迫力を体感させるっていう、それがコンセプトですね、今回の。それをやり続け。この作品の場合、ほら、声なり、その音なりっていうものがすごく大事な作品だったりとかするので、もうどう考えても、こんなちっちゃい画面とかでね、見るようなものじゃなく、やっぱ体感しないといけないと思うんですよね、この作品特に。で、そういう意味で言うと、映画館で見るっていうのはもう音響もバッチリだし、映像もバッチリっていうことで、映画なので、まあ、映画館で見るのは当然といえば当然なんですけど、監督が一番こう見せたい部分っていうのは、やっぱり映画館でないと伝わらないところになりますもんね。もうそういう意味では、たくさんの人に。
体感してほしいなとは思うんですけども、2017年の5月28日ですよね。でここから7年かかってるんですけど、なんかこういろいろきっと経緯とかがあったんですよね。そうですね、だから素材は取ったものの、中にハードディスクの中でこう音量のごとくこう俺を出してくれ出してくれという声をずっと聞いていたんですけども、はい、やっぱりこうこの古川英夫、坂田彰、向井秀徳、この三大巨匠のやっぱり、をこれをライブ映画としてやらせてほしいっていうまでに、あのまあ、と交渉し、いろいろタイミングを見計らい、いいタイミングを出そうっていうところに、はい、に5年かかりましたと。はいはいはい。で、2022年に一回きりで上映をやったんですけども、はい、そこからまたちょっといわゆる映画館が、いわゆるコロナの影響で結構みんな助成金関係のものでガッと埋まっちゃってたことがあって、はいはい、2年間ぐらい抑えられなくて、はい、で、さらに2年かかって、足掛け7年かかってると。はい、いやもうね、あのその辺の事情はあのよく知っているものなので、あの本当にあの頃ってあのもうやめてくれっていうぐらい AFF 絡みの作品ばっかりが映画館で流れているという状況になっていたので、まあ、あの待たなきゃいけないっていうのは大変だったろうなとは思うんですけれども、はい、ようやくそれが、お披露目されるという、この平家物語商業無常セッションなんですけれども、まあ、お時間来ましたのでそろそろですね、見てらっしゃる方に監督からメッセージをお願いいたします。まあ、なぜこの3人が集まったかっていうとこ話しなかったなと思ってるんですけど、古川英夫さんは、まあ、平家物語の商業、いわゆる現代語訳版を川出翔吾さんから出されるわけなんですけど、それに対して坂田彰先輩はずっとイントロとか声とサックスを使ってずっとライブで、平家物語をやってきていた人であると。そしてそれに合わせて、平家物語といえば、諸行無常ということが一番有名ですけれども、繰り返される諸行無常ともう20年近く何百回連呼してきたかわからない向井秀がここに一通り会するというのはもう偶然でもなく確実に必然であるというので、でそこにおけるこの3人の中のいわゆるセッション具合、あの奇跡的なまでのこの一夜でしか感じられない、凄まじいゾーンにまで達した、ライブがここに記録されています。本当に爆音でおじさんたち三人の遠吠えた、遠吠えっていうかもううなりを、絶叫、祈りを、まあ、ぜひ映画館に体感しに来てほしいです。そしてですね、はい、今ちょっと見せてもらうと、これ映画だけ見ても本当にドキュメンタリーとかじゃなくて、はい、本当に64分なので、はい、に合わせて、あの、はい、内容をですね、あの、はい、詳しく知りたい人のために副読本というものを作りました。あ、はいはいはい。48ページあってすごい内容で、うん、これとか、これがどうしてどう制作したとかっていうことも、はい、全部安藤高美さんって編集者の方によって、はい、作られてます。すごい、はい、になったりしてたり、すごい。はい、なんかこれ劇場さんで売るので、もうこれとセットで、はい、映画は予約ライブ映画と言えると思うので、はい、でください。あ、今あの劇場の関西のこう下に出てるかと思うんですけども、上映後にトークを行います。10月26日には山下純人さんと2人で、可愛いと山下純人さんで、京都大阪で、トークします。で、一応11月の、神戸 横川シネマに関しても今、ゲストブッキング中ですのでお楽しみにということでお願いします。はい、ということで、今日はですね、映画、平家物語、諸行無常セッション、の河合博樹監督にインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ようこそ。ありがとうございます。皆様よろしくお願いします。
なかなか癖強いんですよね、うん、あの実はあれなんですよ、よく見といてもらうと分かるんですけど、あのメガネ、丸いメガネの中になんかあの丸いの映ってんな、黒いの映ってんな、あれ僕です画面に映ってるやつが反映してるという、ね、状況になってますけど、ね、初めてフラさんがね、映ってるって、あ、映ってました、はいはい、まあ、そんな感じなんですけど、うん、まあすごいエネルギッシュなね、うん、ライブというかセッションなんですよね、うん、まあ、ぶつかり合ってたね、なんかそうだった、そうだった、もう坂田明さん久しぶりに見るけど、うん、ね、年齢76歳やったかな、すごいですね、うん、もう76歳であんなに元気というか、うんうん、ものすごいエネルギーで、何平家物語を語り、うんうん、でサックス吹きっていうのはなかなかないし、でそれをその3人がね、うん、一緒にやるっていうところがすごいなっていう、迫力がすごかった。で、あの祖母大師さんで竹林寺でやるんですけど、うん、最初にお坊さんの照明から始まるんですよ、ね、うんうん、崩落というか、あれが あそこから入って平家物語朗読なんで、ものすごいこうなんか雰囲気が、うん、あのまあ、言い方悪いけど異様な雰囲気というかなんか磁場がすごいって感じなんですよね、うん、はい、あれは確かで、しかもさっきもちらっと言いましたけど4台のカメラ回してて、うんうん、あの一切止めてない、うんうん、で例えばこう振りがこう振ったとかガクッとなったとか、うん、もうそれ全然切ってないんですよ、うんうん、だからあの僕も最初見てて照明始まったな、うーんと思って、なんか、うん、あの空とその木の枝とか、 なんか葉っぱがこう映ってんなと思ったら、うん、カクンって一緒になるんだよね、うん、なんでこんなとこ使ってんのって思ってて、うん、実はそうなんですよ、だから一切そういうところを隠さずにそのまんま使ってるっていう、うん、でご本人曰く自分もセッションやから、うん、あの一切嘘のないその場でしか撮れなかった、うん、その時の映像そのものになってる、うん、なるほどってちょっと思いましたけど、うん、はい、見た64分どうやうう64分ずっともう熱い思いが届かない何を言うてるかは正直ちょっと分からへんけど、うんうんうん、なんかとりあえずでもこうそれぞれの伝えたい思いみたいなのがもうひしひしと伝わるから、うんうん、分からへん人からしたらずっとずっとこううーんとはなんねんけど、まあまあでもあれ、ね、そのあなたはねこれで見てるでしょ、うんうん、これで見たから、ね、これで見たよね、多分だからその言ってたけど、そうそうそう、やっぱね、やっぱシアターで見ると全然違うのよ、それが迫力がこうすごい来るし、うん、で音を浴びる感じになるんで、確かにライブやからね、うん、だからライブ映像なだけに、ライブ映像というか、まあ、うんうん、あの収録されたものではあるんだけど、うん、そのセッション、そのいわゆるライブが行われてたやつを極力再現すべく音もあの爆音で、うん、で大きい画面でっていう感じになるんで、迫力はおそらく全く違う、うんうん、感じになると思いますね、はい、あのなんか平家物語にかける怨念みたいなものが3人ともすごく積もってる人たちがセッションしてるので、あのエネルギッシュなのはエネルギッシュですね、間違いなく、はい、僕はもうあの何撮る人やんか、絶対行きたくないと思って機材持ち運ぶのどれだけ重たい思ってるねみたいな、何十段登っていかないから、いやもう大変、もうその重たいのを担いでいくの大変やねんって思う人やから、うん、あのできたらそういう、だから俺あんまドキュメンタリー撮りたくないんですやるときも平地です、いやもうあの、スタッフみんなで運ぼっかっていうなんかちょっとでも楽したいと思ったり、はい、だから中性脂肪たまるんですけど、それはええとして、はい、はい、という、まあ、あの平家物語諸行無常セッションなんですけれども、はい、こちらがですね、もうね監督がね自分で言ってくれてるんで、うん、あのほぼ言う必要ないんです、あの、まあ、下にも出てますから、うん、あれなんですけども、10月25日、金曜日から、出町座、26日から、第7芸術劇場ですね、で11月9日から、元町映画館で、やるんですけれども、これがですね、トークショーが、あります。で出町座は、10月26日土曜日、
山下澄人さん、小説家で劇作家の山下澄人さんと、川博樹監督のセッションになります。そして第7芸術劇場も同じく、10月26日ございます、うん、という感じで、まあまあ、あるんですよそういうのが、うん、なので、ぜひですね、本人に、うん、聞いてみてください副読本がすごいんだな、まあ、なんかこんなのあれちなみに何ぞと思う、インタビューで言ってるよね。3200円。あ、もうちょっと安い。あ、マジ安い。こちら2000台です。あ、確か2400円だと思うんですけど、はい、まあそれなりにするんですけど、48ページあるしね。うん、そう。で、編集者の方が書いてるやつなので、まあまあなボリュームの内容なので。うん、あれは価値あるなって思いましたけどね、うん、はい、古川さんの平家物語もすごい面白いので、うん、それに引っ掛けた内容になっていると思うので、ぜひぜひ、手に取ってちらっと見ていただいて買ってみられたらいいんじゃないかなと思うんですよね。はい、はい、はい、ということで今日はですね、平家物語諸行無常セッションの河合博樹監督のインタビューでした。ありがとうございました。いきますよ、中之島映画祭情報です。はい、はい、せーの、西園さん。はい、西園さんでございます。どうもどうも。はい、ですね、うん、今日はですね、うん、まあ今、うん、23回中之島映画祭に向けて、はい、まあ、審査もしてますし、うん、企画もいろいろと話しながら進めてはいるんです、うん、で、来年5月の3、4、本祭の時に、うん、入場制限をしようかなというのが、今ちょっと検討してます。というのはですね、今までの中之島映画祭はいつでも出入り自由やったんです。そう、お金もいらないし、まあ、映画が始まってようが始まる最中であろうがどうぞ入ってくださいと、うんうん、というのはやっぱり自主映画の面白さをより多くの人に知ってもらいたいということで、いろんな人をウェルカムしたいっていう思いと、うん、でまあ途中で入ってみて、お、結構おもろいやん、次のを見ようかなっていうふうになったらいいかなっていうのがあって、そういうのをしてたんですが、うん、はいはい、今ね、ほら、昔は映画館でいつ入っても OK やったんですよ、うん、あ、そうそうそう、昔はね、うん、昔はね、はい、で、今はもうシネコンっていうか、はい、ああいう形になって、まあ、入れ替え制になりました、ね、入れ替え制になりましたんで、はい、もう皆さんそれに慣れてるっていうのもありますし、うん、で、やっぱり映画見てる最中に後ろで入ってこられるとちょっと気になる、うん、映画に集中できないっていう声も非常に多いんで、あれなんですよ、僕もこの間ね、今年のやつ行ったわけですよね、うん、で、映画の途中から入ったんですよ、うん、でそしたらね、暗いでしょ、うん、足元見えへんとかあるんねんけど、うん、一番困ったのはどこが空いてる席か分かれへんの、ね、後ろから見たらもう分かりにくいっていうのがあって、うん、で横回ってここかなとか思うねんけど、うん、みんなね、手前から座っちゃって、そう、奥が空いてんねんけど奥入ると邪魔するやんみたいな、これちょっと入りにくいなみたいなんで、最初だから結構長い間突っ立ってたみたいな、そういうこともあるので、うん、映画が始まれば入れないでおこうかなって、その考え方もありですよね、うん、まあ、これ毎年悩んでたんですけど、うん、来年はもうちょっとそうしてみようかと、うん、で、まあ、確実に入場者数は減るかなとか思いながら、うん、それでいてもやっぱり映画を見てる人たちへのサービス向上といった意味では、うんうん、やらなきゃいけないんじゃないかなと考えています、うん、ただまだ最終決定ではございません、はいはいはい、ちょっとしたらちゃんと案内できるシステムとかスタッフがいれば、うんうんうん、今まで通りいつでも入れるようにするかもしれませんが、うん、そう、昔だってあれですもんね、そう、ライトでね、足元照らしてもらって、ここをどうぞ案内してくれた、今ちょっとスタッフが少なくて、いや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 、それができていないという現状で、ね、コロナ禍以降がね、なかなかスタッフ集まらないんで、はい、で、まあ、ですから来年の中之島映画祭、時間をちょっと気にして、うん、いつでも入れるんじゃなくてちゃんと、うんうん、出しますので、何時からやってるの、はいはいはい、事前にはホームページにもありますし、はい、当日パンフレットもありますし、うん、看板にも書いております、うん、で、時間潰そう思ったらいくらでも時間潰そう中之島祭りやってますからね、やってますからありますので、ぜひそれでちょっと考
考えていこうかなと思ってるっていう形です、うん、はい、はい、いやいや、ちょっと事前にまだ分かんないんですけど、まあまあだからまたね決まったらここで、うん、そうですね、報告していただいて、まあ、より良いあの映画鑑賞の環境を作っていきたいなっていうのは、うん、やっぱりちょっと考えなきゃいけないなっていうのは、はい、はいはい、そういう報告ですかね、はい、はいはい、ありがとうございました、はい、では夢人どうぞ、はい、皆さん明日ですね、明日ですよ、はい、ずっと言い続けたライブ、やっと明日やっと明日です、やっと明日です、はい、はいはい、10月27日日曜日フェアリーテイルズ大阪さんにて、ブレイブゴーサさんの解散主催ライブ参加させていただきます、はい、15時50分スタートで、ひなの出番は17時35分から17時55分の20分枠となっております。なんかいつもねライブの時に何歌おうかなと思って、うん、オリジナル曲が一応あるんですけど、はい、1曲ずっと歌ったやつと2曲目も作ったんですけど、うん、まあもうこんだけしかないから、あとはいろんなアーティストさんのカバー曲をね歌うわけで、いつもその現場に合わせてとか出演者さん見て、うん、何歌おうかな何歌おうかなっていつも考えながら本番まで迎えてるんですけど、うん、いつも1曲は、うん、まあ、このタイミングに合いそうな曲あるかなと思って歌おうとか決めたりとか、うんうん、あのもう好きなアイドルちゃんがいるんで、その曲ばっかり歌ってます。布教活動みたいなことしてます。自分の歌聴くよりもこの曲いい歌やねん聴いてくれの場やと思って、私のステージは布教活動の場になってて、それ誰なの？あのイコールラブちゃんっていう、はあはあ、はいはい、指原莉乃さんが、ね、はいはいはい、プロデュースしてる、そうグループがいてて、はいはい、よくライブにも行ってるんですけど、はいはい、もう好きすぎて曲いいんやみたいな、可愛いとかもあるけど、はいはい、曲が歌詞がすごい良くて、そういう一曲一般年っていうのを布教するためにライブしてるようなもんです私。なのでね、これを機にちょっと聞いてみてください、めっちゃいいんで、はい、お願いします。はいです、はい、そしてですね、はい、私の方がですね、またしてもあのともるがですね、はい、10月の30日水曜日、こちらももうすぐですね、はい、に、18時15分から、うん、マテリアルの方で、ショートムービータイムの中でね、はい、ございます。そして、今度ですね11月の6日、はい、こちらも水曜日なんですけども、こちらは、20時45分から最後の会談ですね、こちらで、ともるの上映ございますので、同じく、マテリアルショートムービータイムで上映されますので、ぜひこちらもね見に行っていただければなと思っております。で11月はね、あとトモルに関しては28もあるし、僕だけのフライミートザムと大きな気になりたいも、18日にあったりとかするんですけど、まあ、まあ詳しいのはまたあの、近づいたら、入れますので、今日は、30日と6日だけあのたくさん言うと忘れられても覚えられへんからかなと一応そうしときます。はい、ということでございました。夢人情報でした。はい、ということでエンディングでございますが、はい、なんか知らない間にこう10月が終わった、10月あったの？あったみたい。あったみたい。なんかすごいスピードが、なんかさ、もうこう夏のこの時期ってすごくゆっくりじゃなかったっていう気がするの。暑いよ。ね、暑い暑いしか言うてへんやんってずっと言うとったよね。今日も暑かったな、話出さんように言うと、そのネタしか言ってない。確かに、前は一緒にも話した気分。やったんやけど、この秋、っていう感じだよね、うん、あっという間に過ぎ去っていってるような気がするんですが、はい、まあね、次また11月がやってきますので、急に冷えるんやろうね。いやーね、そしてまたあの、まあ、選手も言ったけど紅葉の話になるんですね、きっとね、はい、急にもこもこしてたりするから、僕もね、かもね、かもね、かもね、急に寒なくね、ありがとうございます、ね、やばい、万博少年だね、ハスハズもね、おっちゃん暑いんかい。体温高いからね、男子の方がね、まああのね、やっぱりこのその人様の目に触れるやつやから、まあ一応衣装とかもね、あの衣装ですからね、あ、衣装ですよね、はい、いろいろ私たち考えてやってるはずなんですよ、はい、はい、そんなところも楽しみにね。あ、なんかあれらしいですよ、あの年末はいろいろとあるみたいな、楽しみにしていただければ。なんかハロウィン、裏情報ではハロウィンの日になんかやろう言ったんやけど、気づいたらもうこの日やった。
もうちょっとね、なんか仮装しようぜ、はい、なのでちょっとその皆さんクリスマスはちょっと期待していただいて、どんな格好してるの、まあ、でも残念ながら残念ながらさ、でもさ、あのこの例えばミニスカ履いてもらってても、うん、座ってんのは全然わからない、後ろで立っとかなかったすごいよね、いやてか前出すデーだったのに確かに、そうだけ机出しで、まあ、うん、あー、いいかもねいいかも、そうするかもはい、はい、といういろんなことを言ってますけども、はい、今週はこれで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました、また来週。